こんにちは、花屋龍馬シリーズの今回は206話ですかね。かなりいい、ねまあ、テーマをいただいたんで順番に回答していきたいと思いますけども、まずはね、世の中のお父さんのお小遣い制度ってやつですよね。あの月給20万なら20万、30万なら30万持ってきて、それを、まあ、あの多くはそのまま奥さんに渡すっていうかね、まあ、引き落としなんで引き落としを奥さんの方にね、委ねて、そっから毎月2万とか3万お小遣いもらうって制度ですよね。これはね、奥さんの方にね、家計管理の能力とか、もうその会計のセンスとかがあれば全然いいと思うんですけども、例えば扱う金額が例えばね、毎月4、500万になってくると、まあ4、500万じゃなくても100万円超えてくると、それをね、どういうふうに分配すればいいかとか、どのぐらい家計費にかけていけるのかとかね、それからビジネスにどれぐらい避けるのかとか、投資教育費、それから他の被服とかね、ユニフォームとか、あらゆるものに分散して考えることができるのかなと。特に一戸建てを持っちゃうと、一戸建ての補修費とか保険代とかね、固定資産税とか、考えなくちゃいけない項目ってものすごく多いわけですよ。でそういうことが処理できるかどうかなってことを考えると、やっぱり簿記の3級ぐらいはやっておかないといけないのかなと思いますし、でお小遣い帳ぐらいはね、つけている経験っていうのが必要だろうなと思うんですよ。であとは金銭感覚ですね。金銭感覚っていうのも結局ね、どのぐらいのお金だったら自分は扱えるのかとか、収入っていうのは家計になるわけですから、家計の緻密な計算っていうのが必要になるわけですよ。でそれがまあ仮にもどんぶりだったらいけないと。で収入がどう変化するのかってことも分かっていなくちゃいけないですよね。となるとね、やっぱりこう収入が変化するわけですよ。でサラリーマンさんは変化しないんですよ、ほとんどね。だからぶっちゃけ誰でもできるんですよ。自分の収入じゃないものを他の人に委ねても多分できると思うんですけども、まあ、ことねそこに企業会計とかが関わってきたりとか、未来会計っていうね概念があるんですけども、未来会計が関わってくると、じゃ あ月給ではなくて年収ベースで考えないといけないし、年商というものもありますし、じゃあどのぐらいの課税がされるのかとかね、それから昨年の税金はどのぐらいかかってくるのか、おととしの対比はいくらなのか、来年はどのぐらいになりそうなのかとか、予定納税はいくらなのかとか、考えることは山ほどあるんですよね。そうなってくるともう多分ね、じゃあこれでお願いねって言われた方が負担だと思いますよね。で多分夜も眠れなくなると思いますし、それこそ毎日やんなくちゃいけなくなるんで、その24時間360日ね、とんでもないことを押し付けられたのと。要するにね、経理部をやるようなもんなんですよ。でそれが100万円超えてもそのぐらいが起きてくるんで、だいたいそうですね、まあ、所得が低い方同士でやったら多分できると思いますけども、だいぶね、毎月の収入とか支出が数百万単位になってくると、まあ、普通の人は無理じゃないですかね。それこそ経理をやってましたとか、商業簿記やってましたとか、商業高校ですとかって言ったらまだしもですけども、ちょっと酷なんじゃないかなって気がしますね。ということなんで、サラリーマンとしてのほとんど変わらない年収が200万とか300万のそういった家庭だったら、多分これ誰でもできるんですよ。200万300万程度だったらね、そもそも余ることもないし、投資も使わないし、一戸建てもないし、賃貸の毎月変わらない費用を払うだけですからね。ただ一戸建てってすごい変動するんですよ。実は一戸建てを所有するとね、じゃあ何年ごとにいくらかかるかっていうまとまった金額ドーンと来たり、家中をこうねメンテナンスしなくちゃいけないなっていうのをずっと毎日考えるわけですよ。あ、ここちょっと弱くなってきたな、蛍光灯切れてきたなとかね。それから、あ、再来年はここを修理しないといけないなと、修理代は200万ぐらいかかるなっていうふうなことを考えながら家計見ていくんですよ。まあ、そうなると、とてもじゃないけど、そういうふうな家の隅々とかね、それから相場、土地の相場とか、それからまあ、防衛費っていう考えなんですけども、所得が上がっていくと今度はね、アルソックとかと契約しなくちゃいけないかなとかね、まだまだありますよ、健康経費とかね無数にあるわけですよ。で企業会計とかをやってると、家計ってのはむちゃくちゃ簡単なんですけども、まあ難しいんじゃないですかね。これね、新家計制度っていうんですかね、特にこれから副業とかっていうのがあったり、暗号通貨っていうのがあったりとか、海外決済っていうのが入ってくる。そうなってくると、もうね、
ビジネスセンスないと発狂しますよね、これはね。だからそれを当たり前のように何の負担もなくできるかってことになってきたり、それこそね、ミスると税務調査とか来た時にどうしようもなくなりますからね、うん、だからそう考えていくと所得が高くなっていくと、これはね、所得を作った人自身がコントロールしていかないといけないのかなと思うんですね、うん、それはだから花屋龍馬さんとか、まあ、もしかしたらね、備前君も覚悟しないといけないし、で私がね、自分の子供に10歳までにはビジネスを教えて投資をマスターさせるっていうのは結局ね、もう未来の話になってくるわけですよ。今までならいいけども、これから5年後とか10年後は通用しなくなってくるわけですよね。で、家計ができない人が多分これから量産されると思うんですよ。で、会計も多分ね、企業会計もほとんどの人はできないと思いますね。ってことは大きな所得が扱えないってことなんで、そもそも大きな所得がもうやってこないってことでもあるんですよね。で、結構これはね、厳しい概念で多くの方が感じてないけども、結構シビアなんですよ、これが。そうなってくると、じゃあ税金がどのように変化してくるかなとかね、どういうふうな補助金があるかなってことを隅々までやっぱりこう考えるようになるし、扱う情報が変わってきますね。それこそね、なんですかね、冷蔵庫の中にピーマンがなくなったから買わないとっていう、まあそういうのではなくって、もっともっと別のことを考えていくようになる、広く深く、しかも立体的にですよ。それが数ヶ月先とか数年先の費用のことまで考えちゃうようになるんで、とてもじゃないけども、まあ、できる人できない人分かれてくるんじゃないかなと思います。この辺はね、花屋龍馬さんに、今回ね、こういったご質問来たんで、ご質問というか、ね、提案来たんで、キーワード来たんで返信しとかないとなと、まあ、そういうことをね、常日頃から考えている、例えばね、フリーランスの人いるかとかね、それから自分で起業してるようなつもりの人でもここまで考えてるかってことになると、まあちょっと少ないんじゃないかなと思いますね。まあ、だから大きな金額になっていかないんですよ。だから割とね、大きな金額を扱っていくってことは、やっぱりこう1000万とか2000万っていう金額を扱える力量っていうのがもう限られてくるんで、多分ね、力量がなければその数字も扱えないし、そもそも稼げないっていう、稼ぐ力量にないってことになるんで、一瞬あってもまあまあちょっと崩れていくのかなと思うんですよね。で、まとめていくと、いきなり大きなお金が入ってきた人って不幸になるって話をよく聞くと思うんですけど、あれ本当にそうで、扱えないわけなんですよだからね、いきなりね、何、車の運転が下手な人にフェラーリ与えたら大事故するわけですよ。だからそれは徐々に上手になっていって、ぶつかっても怪我をしない体とか体力とか精神力になっていかないとフェラーリは乗れないわけですよね。やっぱりね、すごいですよ、モンスターマシンっていうのは。車に乗るというよりも車に振り回されるって感じですからね。お金もそうですね。あまりにも大きなお金は扱えないんですよ、うん、もう支払い方法も変わってくるですね。いや、そういうところじゃないですか、うん、で、まあ、まあ、お小遣い制度っていうのは、うん、まあ、これからもね、ある一定の家計の人は使っていくんでしょうけども、お小遣い制度である以上は、例えば月に3万とかお父さんがもらうわけじゃないですか。そしたらその3万円しか毎月使わないわけですよ。お金使うスキルなんて上がっていくわけないんですよ。節約することとかね、切り詰めることとかは多分上手になっていくでしょうけども、じゃあ、決済金額30万、50万、100万ってものができるかって言ったら、できないまんま30代とか40代とかになっていくわけですよ。で、そういう人が今量産されてるわけですよね。じゃあ最近100万単位の買い物どのぐらいしましたって言ったら、あれとこれとそれとそれとって感じで、1年で10本とか20本とかポンポンポンと出てくるような人ってどのぐらいいるかってことはほとんどいないんですよね。でもはっきり言って30代とか40代になってね、100万単位のものが扱えないっていうのはかなり将来暗いと思いますよ。そういう人ばっかりが今世の中にいると思ったらゾッとするような気がします。これね、ちょっと昔だったらいいんですよ。今はその格差の時代になってきたわけなんで、じゃあ自分が格差のどっちに行ってるのか、格差のどっちに向かってるのかってことを考えるときには、扱ってる金額をやっぱ資本主義の世の中ですかね、見ていくのがいいかなと思います。まあ、例えば毎日のように10万数十万っていうふうに消費してる人プラス、所得を得てる人、これどうなんですかね。より多くのお金の流通とかに長けてる人ってことになると思いますし、お金っていうのは必ず人が払ってるんですよ。ってことは人間関係もすごく上手になってるんですよね。で、そういうふうに一時か万事という考え方もありますけども、やっぱり一歩進んでる人ってあらゆる世界にね、あらゆる方向に一歩進んでるんで、1万歩ぐらい違うわけですよ。そうなると一歩が1万歩の差なんですよね。
で、こういう感覚も多分これからついていくんじゃないかなと花井龍馬さんはね思いますよ、うん、やっぱりねすごいですよ、副業って考え方があるじゃないですか、まさにね副業を無数にやるっていうところですかね。本業がどれか分かんないと、もうそもそも全部本業だよみたいな。で、所得っていうのは上がる一方で、下がったとしても自分が意識した時に思ったような金額がちゃんと着金できるみたいなね、そういう風になっていかないと二極化のどっちに行くかってことが決まってくるんですよね。自分が意識した金額が着金させるような、そのスキルがビジネスのスキルですから。で、ビジネスのスキルが高いってことは多くの人に対してものすごくねサティスファイドを与えてるわけですよ、満足度をね、うん、で、これはだからお金をもらおうがもらわないが人を満足させる可能性が高いってことなんですね。で、そうじゃない人っていうのはどこに行ってもストレスや問題にぶち当たるんですよ。で、そこをなかなか解決できずにそこで止まるみたいな、しかもそこにずっと居続けるっていうところもあります。そこを離れるってことがなかなかできなかったり、だからそこはねちょっと用心した方がいいかなと思いますね。そうですね。で、あと交渉ですかね。人っていうのは、あ、そうそう、あれでしょ、子供に教えるとしたでしょ、まあ備前君もそうだし、うちの大和君もそうなんですけども、あの、はっきり言ってね、やっぱりこう10歳までにどうこうっていうのは、あの、なんですかね、例えば家の中のことをやるのってこれ当たり前なんですよ。自分が住んでる環境を自分で作っていくとかね、それが乱れていてもいいとかね、汚くてもいいよとか、自分のことだからっていうレベルなのか、それともね人に見せるもんではないけども、トレーニングだと思って詰めてることを緻密にやっていこうかなっていうふうに、もう自分の世界が狭い時から全てをねこなしていける人とね、これかなり差ができるんですよ。で、これは知名度になるんですよね。まあいいや主義で10歳まで過ごされると、もうこれ終わんなくなっちゃうんですよ、止まんなくなっちゃうんですよ。で、それこそ自己肯定感が強くなって、自分のことを鍛えることが全くできなくなってきて、そのまんま二極化のちょっと気まずい方に行っちゃうわけですよね。でもさっきの一時が万事じゃないですけども、幼い頃にやったことっていうのはもうこれねずっと続くんですよ、うん、で、しかもねできた人っていうのは、あの、自分がこうなったのはそういうふうな環境を与えてくれた人のおかげだっていうふうに思うんですよね。でもできなくなった人っていうのはこういう環境を押し付けたあいつのせいだって発想になるんですよ。だからいつまでたっても学校の先生が悪かったとかね、家庭が悪かったとかね、社会環境があるかとか時代があるかとか、これね、いくつの30代になっても40代になっても50代になっても出てくるんですよ。で、そうではないんですね。やっぱり、あ、おかげだなと。自分の持っている能力は全て幼い頃から意識している人と意識してない人込みで全部自分に財産として残してくれたんだなって思えるかどうか、これもマインドセットがやっぱり人極化を作りますよね、うん、だから世の中のせいなのか世の中のおかげなのか、どっちに考えるかってことなんですよ。そう考えたら自分が遭遇した全てのものが自分にもう味方してるなっていうふうにありがたく感じる人と、何かにつけてあいつのせいだっていう発想になったりね、自分は真っ当にやってるのにそうじゃない人に自分の運命を引きずられてるって思っちゃうか、さあどっちが魅力的な人になるでしょうか、どっちが自分勝手で意味嫌われる人になるでしょうかっていうことですよね。これこういうのもね、やっぱりね、くどくどと言うんではなくって、うん、伝えていかなくちゃいけないですね。言うんじゃないですよ、言い伝えるんじゃなくて、あの、自分の背中で伝えていかないといけないかな。そして求められた時にどうしてそうなのかってことを伝えていくと、言葉でね、で、求められるように背中を見せていくってこと、これがすごく大事になってきますよね、うん、はい。それからね、あの、交渉ってものなんですよ。で、よくね、お手伝いをしたらいくらあげるよっていうふうな仮定があります。お小遣いを入って、月末になったら入ってあげるんじゃなくって、あの、何々をしたらじゃあ何百円ねとか言って、家のお手伝いをしたら、家の中のことをやったらいくらあげるよっていうのがありますけども、これも私はね、そんなにレベルの高い話じゃないと思うんですよ。というのが、そうなるとね、お金を払わないと自分の家の中の環境のことすらできなくなっちゃうんですよ。違うんですよね。家の中のことっていうのはやって当たり前だし、暮らさせてもらってるわけですから、子供といえどね。だからやっぱり一定の義務を与えないといけないと思うんですよ。ちょっとな、で、家の中でこれをやったからお小遣いあげるよとか、お小遣いをもらうためにはこれをやるんだよっていうふうなことを家の中で与えるべきでは私はないと思うんですよね。というのが、自分が住まわしてもらっている家の中で一定の役割をするのは当たり前のことだと思うんですよ。で、それをしなければものすごくね、大きなダメージが2つあるってことが、あの、まあ、伝えるべきことなんですよね。一つはですね、自分が何もせずに暮らさせてもらってるってことの負荷ですよね。これがへっちゃらになっちゃダメなんですよ。で、もう一つは、家の中で役割を与えられることによって、少なくともサバイバルスキルが圧倒的についていくんですよ。
例えば食に関するものでしょ、これサバイバルスキルですね、生き残る食に関するものとか、あと住環境をどのように整えていくかということですよね。それから交渉力ですよ。やっぱり子供っていうのは自分で他者に働きかけてお金を得るってことが限られてますから、まずはね、親に対して交渉しないといけないんですよ。自分は将来こういうことをやっていきたいから、だから今のうちにこういうことをやらせてくれないかっていうふうな交渉力をやっぱり少なくとも10歳までね蓄えておかないと、それこそね口論で負けてしまうわけなんですよね。でビジネスっていうのは全てまずは言葉のやり取りで勝っていかないと次の世界に行けないわけですよ。ステージに乗れないわけなんですよ。だからそれをまずは家計の中でね、家の中で鍛えておかないといけない。特に自力で稼げてるようなね、お父さんとかお母さんとかいる家庭っていうのはこのチャンスにものすごく恵まれてるんですよ。あらゆるトラブルを解決してくる人なんですよ。でも残念ながらお勤めされてる方とか、一定の所得をね超えられない方っていうのは、ひどい言い方になるかもしれないけども、でも超えられないそのトラブルがあったってことなんですよね。だからあらゆる問題に答えられたんじゃなくて、答えられない問題の方が多いってことなんで、ここはやっぱり見せていかないといけないかなと思います。自分で処理できない問題はないってことなんですよね。でも自分で処理できない問題があるとしたら、それはね誰にも処理できない問題なんですよ。それこそ寿命があるとかね、台風が来たとかね、地震が起きたとか、こういうふうな誰も抵抗できないことに対してと、あとは自分で何とかできるところの境目をつけていかなくちゃいけないかなってことですね。そこに来たのが運命とか宿命っていうことなんですよ。もうここでは運命とか宿命とか言いませんけども、宿命っていうのは変えようがないんですよ。運命っていうのはいくらでも変えられるんですよ。で運命を変えるのは何だって言いましたっけ。これはですね、サバイバルスキルなんですよ。衣食住に関わることがマスターできていれば、運命はどん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 変えていくことができるんですよね。そしてその衣食住に関することで知識がなかったり経験がないと、圧倒的に人と差がつきますよね。だからなんかこう、まあ数えればキリがないんでね、今回はちょっと割愛しましょうか。ちょっと長くなりますけども、あとね、なんていうのかな、子供っていうのは親に対して投資家って意識を持たないといけないですね。親がエンジェル投資家であって、親からいくらね交渉によって物事を引き出すかってことなんですよ。で交渉するときに家の中で一定の役割を演じてないと、まず信頼されないんですよ。お前は料理もできないし掃除もしてないし、脱いだものはしっちゃらかしてる、そんなやつに何を信用して何を貸せっていうんだ、何を投資しろっていうんだって話になってくるんで、まずはそういう人の生活の基盤をちゃんと作れることによって、生活基盤のちゃんと作ってる人に対してのビジネスを仕掛けるってことになるわけですよね。要するに人間関係っていうのは、いい加減な人と絡んでも全然うまくいかないわけですよ。だから自分のことをきっちりできる人と、自分のことがきっちりできる自分がいて、関係を成り立たせていくのが真っ当な道ですよね。そうじゃない人を相手にするとめちゃくちゃめんどくさいんですよ。自分の理屈で引っかかってきますからね。まずはくだらない口論に勝たないといけなくなっちゃうんですよね。でもそうではなくって、お互いに一定のレベルでの物事の処理能力があるなと思ったら、これはねスムーズにことが進むんですよね。これは花涼子さんもよくね体験することではないかなと思います。もしくはこれからよくよく体験してくることだと思います。どうしようもない30代とか40代っているんですよ。これがだからそういう人との人間関係ができた瞬間にもう終わりだと思わなきゃいけないですね。あ、自分にはこんなレベルの人がまだいたんだとかね、あ、こういうなんか頭の固い人がまだいたんだと思わなきゃいけないということなんですよ。まあ、ちょっと厳しく、ね、表現がなってますけども、でも全然世の中を見たら厳しくないですからね。こんな人と出会わないように進んでいかないと、とんでもないところに叩きのめされちゃいますんでね。で、あとはね、稼ぎ方を教えるっていうね、これがお小遣いなんですよ。じゃあ10万円必要になった時に何をやったら10万円作れるかってことを子供が知ってればいいわけじゃないですか。親が10万円ポンと渡していったら、その稼ぎ方っていうかね、その多分親以外に10万円ポンと渡す人っていないんですよ。そうなると親元を離れた瞬間に終わってしまうんですよね。だからそういうことも子育ての中で伝えていかなくちゃいけないかなっていうところがありますね。で、無駄遣いっていう言葉がありますけども、基本的に無駄遣いはないんですよ。無駄だと思ったらそれを無駄にしないようなスキルがあればいいだけなんですよね。だからね、親はね子供にね無駄遣いすんなよってお金を与えるのはもう今の時代では私の感覚ではないかなと思います。親から見たらどんなものも無駄に見えちゃうんですよね。ということは親は子供がその瞬間どうしてもこれにお金を使いたいんだってことを理解できてないってことなんですよ。だからなんで子供がね漫画本が欲しいのか、なんで子供がね最近はミニ四駆ってやるのかな、ミニ四駆が欲しいのか、それがどこに繋がっていくのかってことをきちんと親はなんか要求があってね、いくらくれ、何を買ってくれ、どうしてくれっていうためにきちんと物事を筋立ってね、10年後これがどういうふうな道筋をたどるのかね、30年後どういうふうに育っていくのかってことをきちんとこう分かってあげないといけないかなと思いますし、いや、それが切断的なものでもいいんですよ。そもそもですね、子供の頃に先のことを考えて組み立てて考えることっていうのは限界があるんで、それは世界見てないわけですから。
だから今を完全燃焼するためにはどうせ来年は飽きるだろうけども飽きる前にちゃんと打ち込ませてあげたいなと、そういうふうな見方も必要なのかなと思うんですよね。確かにね、幼い頃に叶えられなかった憧れっていうのは将来大人になってものすごくエネルギーを生むことがあるんですよ。じゃあそれはそれでまた伝えていけばいい話ですからね。一つ一つが大切なチャンスなんですよ。だから無駄遣いはないんですよ。親が勝手に無駄遣いだと思ってるだけなんでね。プラス自分にそのお金をね、お金とか労力を拠出してあげるような余力がないから、お前小さいうちから贅沢するんじゃないよみたいなこと言ったりとかね、無駄なもの買うんじゃないよみたいな形で別の理由を持ってきて子供を黙らせるだけなんですよ。それは子供が欲しいって言ったってね、それこそマンションが欲しいとか島が欲しいってレベルになってこないんで、それこそね、数千円とか数万円のもの欲しいって言ったら、試してみろ試してみろと、お前のこれからの人生の投資だっていうふうにどんどん与えられていくぐらいじゃないと、子供の可能性はどん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 ちっちゃくなってしまいます。もちろんお金がなくてもなんとかなる方法を教えることもできるんですけども、それはやっぱりね、お金を作った人がお金がない時にどうするかってことが分かるだけであって、お金も作れないし、じゃあお金がない時にどうすればいいか分かんない、こういうふうな形だと子供をね、よく分かんないけども断られたっていうふうな親に対する不信感とか無力さを植え付けるだけで、非常に教育とはだいぶかけ離れていくものになるんではないかなと思いますね。で、お金っていうのは基本的になかったら稼げばいいだけなんですよ。そのためにあるのがビジネスの自由があるわけですから、お金がないから我慢するっていうのは最もやっちゃいけなくって、お金がないんだったら稼いで、その欲しいものであればあるほど早く手に入れるってことをスキルとしてね、身につけさせてあげれるべきだし、でお金があるんだったらやっぱりね、それを欲しいものがない時っていうのはそこに何手元にあるお金を増やす貴重な瞬間ですから、投資をやらせてあげることですよね。で、投資をしようと思うとやっぱ親が投資できてないとダメですし、まあこの時代ね、親が投資ができてないっていうのはもう完全に親の義務の放棄だと思いますよ。だってあれでしょ、世の中で投資を教えてくれるところがないっていうのは親はもう知ってるわけじゃないですか。だったら自分が教えてあげるしかないわけですよね。で、自分が投資ができないっていうのは完全に子供に投資のチャンスを失われてしまって、子供が成長発展するチャンスをね、もう最初からなくしてしまってるっていうのも同義なんですよね。で、一生涯に稼ぐお金に限界があるってことは、やっぱどっかで投資ってものに切り替えてあげて、お金を稼ぐポテンシャルが無限にあるってことをその世界に連れてってあげないと、子供はね、お金がない分我慢するような人生になってしまって、自分には無理っていう風な先入観ができてしまうんですよ。それはすごく悲惨なことだと思うんで、私はこれをね、そうしないように10歳までに、まあ無理だったらね、20歳ぐらいまでになるかもしれませんけども、まあなってほしいなというね、ほのかな期待ですね。それね、ゴリゴリに押し付けるもんじゃないですから。ただ私と過ごしているとそういう風な気持ちにはなるんではないかなっていう風に、思っているし、思わせないといけないなと思いますね。まあなんかお父さんが稼いでくるからいいやみたいになるかもしれない、もしかしたら。それはね、まあ関わり方ですね。すごく難しいですけどね。お父さんなんか知らないけども、どん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 稼いでくるから、まあ俺はちょっとね、それ、おんぶに抱っこでいいやって思うかもしれない、それは。だからそこはね、どうなるかな。どうなるか分かりませんけどね。だからそこはだからマインドセットでしょうね。なんかいつまでもお世話になっちゃいけないと、むしろ逆に恩返しして自分が抱えていってあげないといけないぐらいの気持ちになってくれると、そこは愛情深まるんじゃないですかね。やっぱりね、この人のために何かしてやろうみたいな、その気持ちが愛だと思うんですよ。この人におんぶに抱っこに行っちゃろうみたいなのは愛ではなくて、どちらかというと別の方向に行くんじゃないかなというところも、まあそういうね、マインドセットも伝えていくことがあるんじゃないですか。まああんまりね、わかんないですけどねこういう思いがあってもね、まあ今回はコンテンツのやり取りということなんで、花山さん、このぐらいの、まだ入門編ですけどね、こんなのはね、こんなのはまだね、話せばね、まだまだ先が長いんですけども、とりあえず、キャッチボールとして子育てとかね、お金のこととか家計のことっていうのを投げてくれたんで、まあ触りのことだけはちょっと喋ってみましたけども、あくまで触りです、ということなので今日はこのぐらいにしていきましょうか。ちょっと長くなっちゃいましたね、やっぱりね。まあいってらっしゃいです。いってらっしゃい。